ストンと落ちたら連鎖的にストンストンストンとって落ちるってことが起こりますよね。これも相場の力学として致し方がない。ですから NVIDIA 相場っていうのはもうトレンドは上でも波高しっていうことで、生成 AI ってもう歴史的な一大テーマだよね、でこれに乗らない手はないでしょっていう、これも十分投資でもあるし相場でもあるわけですよね。だからここのところの間をここでどう捉えていくのかっていうことになってくるわけです。そうですね、やはり、まあ、その株価の部分のところは今おっしゃったように非常に、まあ、いろんな解釈もあるしいろんな思惑もある。